さあ前線へ、いい打席ですね。チェックを受ける、前線使えるかな、シュート、うわ落ちない、クロスバーの少し上、まさかここからというような意表をついたいいシュートだったと思いますね。ここは素早くマーク、裏狙いましたね、シュート、ゴール、モンテディオ、山形先生1対0。スルーパスからのゴールが生まれました。いやーラインギリギリでしたね。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かこう、ボールを奪っていくぞという勢いのあるようなスルーパスですよね。そうですね、今シーズンの4ゴール目です。山田、ここは素早くマーク、チャンスを演出できるか、さあシュートに行けるか、シュート、いや決定的でしたけどね、わずかに右へそれました。素晴らしいシュートが中盤のラインに整ってますからね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。山形としてはもう1点取ってしまえば非常に楽になると思うんですけどね。シュート、ゴール、追加点が決まりました。これで差は2点。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。そうですね、今シーズン7ゴール目となります。北川、うわあ面白い、渡ります、打てますよ、さあ抜きにかかるか、打つ、あーっとまだある、ボールはクリア、井上、おーっとつな、そしてここで最後の笛、2対0、山形勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。七海さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。山形としては完勝と言ってもいいんじゃないでしょうかね。終始自分たちのペースで試合を運べましたからね、ゲームプラン通りの試合だったと思いますね。そうですね、ありがとうございます。